おはようございます。3月9日水曜日です。本日の水揚げ状況は、まあまあですかね。そんなに多くはないんですけど、まあでも思ってたよりはちょっと少ないかな。まあ水曜日ですしね、どうなんでしょうかね、取れないんでしょうか。今んとこまあ半分ぐらいまでっていう感じなんですけどね。はい、見ていきましょう。はい、活魚ですが、今日もヒラメが少しありそうですね。でかいね、ほら。かわいいけど、ちょっと薄い。こちらにもヒラメが。こっちにも。おお、大きいアコ。いいですね。1.5 キロぐらいですか。これでかい。でこちらにはおなかなか肩の上メバルですね。数は少ないんですけど、かわいい。まあ、まだもう少し厚毛も増えそうですね。そんなに多くはなさそうですけど、またあと見に来てみましょう。これはまあまあのサイズですね。今日はちょっと目方があるから結構頑張っていってもいいかな。でも高いでしょうね。少ないですね、タコがね。はい、おはよう。おはよう。まだね、少しずつは増えてるんですが、まあそんなに今日は多くならなりそうもないですね。はい、送りですが、今日は中休み。おはよう。広島、下関、小倉、福岡、みんな中休みでね、送りの荷はほとんどないですね。あとこちら来るのが仙崎か萩、そんな感じですね。ちょっとね、水曜日、今日、今週は珍しくちょっと寂しいですね。園長、園長は今日も目立ちますね。昨日もね、なかなか相場下がりませんでしたね。
宮古ボラは安いですね。安定した安さっていうか安いですね。すだれ貝がね、今少しとね相場がずっと上がってるんですよね。やっぱりアサリの、まあ、結構問題とかあったのがあるかもしれませんけど、結構こいつは相場が上がってます。吉野口、はい、アマテガレ。少しこいつは少し厚みが増してきたかなっていう感じなんですけど、まあもうちょっとかな。もうね良くなってきてもいいんでしょうけどね。美味しいんですよね。ドラフグに本当ついで美味しいフグじゃないかなと思うんですよね。これはナシフグですね。食べられないフグです。ツルンツルンですね、頭がね。これは食べられません。取れんのよな。ボールみたいな。でかすぎね。大きい。ここにもエアコンが。おー。いいですね。チラホラとアコウが。姿を見るようになってきましたね。でかいね、結構。おお、ボールの柱、みんなでかいな。これもでかいね。かなりの大きさですね、これ。すごいすごい。大きいね。高いでしょうね。すごい値段しそう。こっちがね増えてきましたね、日持ち。ああ、これは太いな。これいいな。でかっ。めちゃくちゃでかいこれ。
こちらがこっちとタコのセットですね。タコが1キロちょっとぐらいかな。まあタコを狙うついでにこっちがついてくるんで、こういうの意外といいですよね。いいですね、もうスズキはね、鳴りがね、みなどれもふっくらしてます。こっちは上がりですね。いいな、このこれがバラですね。これはオスメスがごっちゃごっちゃに入ってますね。なかなかこういうのもね、買いづらいですね。分ければね、分けたでめちゃくちゃ値段が高くなるんですけどね。そんなに多くはないけど、今日もこうイカが上がってますね。いいサイズですね、みな。この辺はもうだいぶ大きいですよ。でか、値段もねちょっと大きめですね。まだ高いですね。相場がなかなか下がらないですけど、他のイカがね少ないからね、もうみんなが高イカに全集中なんです。全集中常駐です。昨日はおはようございます。ここにチラッとちっこいやつの中に1個だけまあまあの大きさのがありますけど、本当にね、渡りがね今日これぐらいしか見当たらないですね。やれやれ、汗が出てますね。あるある。今からね、こちらではサワラが増えてくると思います。今季これが初出荷かな。そうね、本当なら先週から出る予定だったんでしょうけど、しけのためにねちょっと出れなかったんで。いいですね、カチカチ上手やね、この漁師さんね、やっぱね扱いがいいっていうか。おはようございます。みんななりげー、今日はね珍しい趣味。いやいや、出れんやっただけなんですよね。こちらスズキです。サワラの網にはねスズキもこうやって一緒に入ってきますよね。トリコツンとかカナガシラちゃんかかったか、お前は一緒に。
あ、おはようございます。何が儲かるか一つも儲かる。こんなにね、オスは派手なのにメスは地味ですね。いいダコですね。これが小さいサイズ。かわいいね。かわいいけどね、こいつは結構パンパンに胃が入ってるんですよね。値段はかわいくないですね、こいつは。まあね、結局同じ一箱で買ってもね、小さい粒が揃っててもこう目方がないからね、単価的に高くなるんですよね。でこれが中ぐらいになるとね、ある程度まあ足なりなんなり重さがありますんでね、同じ値段で買っても単価的には少し安くなるんですが、その分まあ数がやっぱ少ないですよね、大きいからね。そりゃそうだろうお前。はい、何か出荷されてきましたね。おー、イサキ。おー、おー、よく釣っちゃるね、これ。またね、これ釣り人なんですけど。おー、すごいな。へえ。でかいしな、しかし、あれでかいっす。釣ってきますね。ああ、そうですね、やっぱあまり増えてこないですね。はい、競り始まります。魚屋も少ないですよ、なんか今日は。みんなね、はい、3000、2900人、パー、5、3、1、7。
サニバーが最初だ。すごいねこれ。でっけ。あやてちゃん。はい。おはようございます。ウニはどんな？あ。マグロも今日で終わった。あ。一本これ。おお、久しぶりの検査。でかいねこれ。40センチぐらいあるのかな。かな。大きな彼岸フグ。まあパンパンじゃけ何か入っちゃうやろね。でか。イサキもまだやっぱりあれですね、正直悪いがやっぱ激しいですね。良かったり悪かったり。ハマチ、ブリも終わったですね。もう見なくなりましたね。糸よりよりは安いみたいですね。美味しいんですけどね、煮付けしてもね美味しいんだけど、なかなか売れないですねこれがね。なんででしょう。あかんなマック。はい、一つ。はい、太い身。はい、3000円。はい、2番700円。はい、スケの3番23。はい、336の3番2300円。はい、336の3一つ。はい、今度、しらさ。はい、3000円。はい、2号。はい、2500円。はい、2300円。あ、みっち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 、なるほど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 、よしよし、おはよう、おはよう、よしよし、あ、
はい、3本ゲットです。よかった、間に合いました。はい、今日もええマグロ入りました。はい、もうね、萩のマグロもね、もうそろそろ終わりなんでね、楽しめるもね、楽しめるのもあとわずかと思います。はい、あ、ええかです、ええのが入りました。おはよう、はいかくん。よし、絶対に来たぞ。見た、まきた聖徳太子バンド。聖徳太子です。最近ちょっとレベルアップしてる。ちょっと面白い。頑張ります。はい、競り終わったよ。はい、それではね、競りも終わりましたんで戻って頑張りたいと思います。まあ思ったよりね、今日水曜日は少なかったですね。水曜日で漁師さんもね、休まれる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどね。まあでも今朝もね、ちょっと朝からもう出てますんで、明日もまあ少しはあるんじゃないかなと思われます。はい、ということです。さあ水曜日、今日も一日皆さん頑張っていきましょう。さあやるぞー。はい、お店到着です。はい、じゃあ今日もね、しっかり頑張っていきたいと思います。よいしょ。おはようございます。久しぶりのヤーじゃない。はい、今日も頑張りましょう。料理長は大変だな。タチウオ揚げた時ちょっと塩振ったらいいんだよ、気持ち引いちょる。じゃあ今日はミヤコボラを試食していきたいと思います。まずお水から茹でていきます。レッツゴー。お鍋にお塩を入れて、火をつけます。火をつけました。中火でちょっと。あ、このさ、焼き場用のさ、はい。
じゃあ塩茹でできました。いい感じだと思います。じゃあ湯がけたので試食。ここの穴からこう突っ込んで刺して抜くっていう風な感じ。みんなに配ってこれ食べたら前にさ抜きがかり。どうした？これがめんどくさいけど、ね、やおいね。お腹言われた。美味しいって言われた。美味しいって言ってくれたね。大丈夫、店出せるね。ここは配りおばさんみたいな。そうです。そうです。私が変なおばさん。ポン酢和えみたいな感じ。ハイカ君来て、もう一回ごめん、すぐ終わらすから来て。これはポン酢和え。どう？ポン酢和え、うん、でもポン酢つけてもね、うん、ニャコボラの味がはっきりするけどさ、ね、ニャコボラポン酢つけてもニャコボラでした。味が濃いね。ね、おいしい。これやばいね。うん、おいしい。この大人の苦味だね。うん、大人の味だね。階段の上ね、13階段そればっかり。うん、おすすめです。ミヤコボラちょっとめんどくさいかなと思ったけど、うん、おいしい。上によく取れる貝です。今食べてね。食べてね。はい、今日は昨日高島さんにいただいたラーメンを作っていきたいと思います。はい、川くん作るから待っててね。はい、美味しそう。この麺なんかなんかね、この名前忘れちゃった。このラーメン何？ひじかわラーメン。ひじかわラーメンだって。うま辛スープにちょっと興奮しますね。今湯を沸かしてますので、青山さんと
とハイカーさんと3人で食べてみたいと思います。では後ほど。さて、すごくいい匂いがしてきました。今3つに分けてます。食べれるかな。今日ね、握りがね、今日もあるんですよ。では今日もマグロの巻き寿司わさびもりもりと昨日いただいたね、ほら、はい、旨辛カレーラーメン、旨辛カレーラーメンです。すごい匂いがする。うん、めっちゃいい匂いする。高島さん、ありがとうございます。ありがとうございます。試食してみます。はい、青山さんどこ行ったんですか。めちゃくちゃうまい。はい、じゃあ私もいただいてみます。こう多いんやな、ちょっと俺。こっち、ね、食べる前に。いやいやいや、そっちの方が少ないじゃん。あ、いやいや。本当っすかね。はい、はい。本当っすか。多いじゃん。多い、もう、持ったんじゃん。重いか。はい、じゃあ私もいただきます。高島さん、いただきます。いただきます。と思ったけど、ちょっと先に一口。寿司型。あ、そうですね。米だね。うん。米。米。やっぱ米がいい。米辛い。確かに米と。わさびもりもり、鉄火巻き。いただきます。いただきます。今日も。わさびめっちゃついてます。うん、いただきます。わー、すごいね。でも、マグロが巻いてわさび全然効かん。全然効かん。ちょうどいいアクセントだね。全然効かん。もうダメだ、うん、もうダメだ、もうダメ。はい、じゃあ食べてみよう。高島さん、いただきます。いただきます。結構有名どこなんだって。太麺ですね、ちょっと、ね、麺すごそうなの、これ。うまいな。うん、もちもち麺ですね。ほんとね、もちもち。初めて食べたカレーラーメン。カレーはね、あのうどんと違ってこうさらっとしてますよね、うん、まさしくカレーラーメンって感じ。うまい、おいしい。これご飯と一緒に食べたら最高だろうね、うん、っていうか絶対最後ご飯入れたくなるよね。入れたくなります、あれなの。うん、美味、うん、しい、美味しい。何もでも入るのこれ。あと、うん、醤油と豚骨と味噌が残ってる。まだね、まだ3種類残っちゃってね。何うん、うまい。ラーメンうまい。ラーメン美味しいし、うん、スパイシーだけど、うん、うん、ね、スパイシーで、ここに鉄火巻き、うん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 、はい、今日も美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ハイカー君、はい、終わったよ。おお、さすが。ハイカー君、ああ見えた。ちょっともう残しちゃった。今日はもうもう飲みました。お腹いっぱいになったね、今日も。合唱してもう暑いみたいな。あなたこれ暑いで体
カレーでもう。これそんなメイクやったけど。いやもうカレーでもポッポポッポなってさ。カレーで。よし。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました、高島さん。またあご気づお気遣いなく。美味しかったです。